枠なりの3対3進入体系インコースから1番2番3番4番5番6番の体制優勝戦12レーススタートいたしました。ほぼ横一線綺麗なスタートになりました。若干4コースから4号艇のぞこうかという体制インから逃げる体制は1号艇さあ2号艇が差し構え3号艇が外前内側のから4号艇が差していくバックストレッチ向こう正面になりますが陰線を仕切る1号艇の江口さあ2号艇差しのハンドルでブス島届くかその後3番手争い内をついた4号艇の設楽接近向こう正面からこれから2マークへと向かいます。スタートの方は前提正常さあ内2号艇のブス島アウト1号艇の江口さあ内のから4号艇の設楽も落として回るここで2号艇がトップに立つか内側のから差し返す1号艇の江口ですがここでトップに立ったのは2号艇のブス島ことリードの方は2停止半くらいです。2番手追走陰線残して1号艇の江口3番手には今度は3号艇金田と4号艇設楽が並んでいます。5番手5号艇の椎名最後方追走6号艇の山崎智也2周目から1マークの旋回です。さあ篠ハンドルからトップに立ちました2号艇のブスマ主導権を握って2番手追走1号艇の江口3番手争いはくるっと小回り旋回5号艇の椎名さらに外の方から握っていく3号艇内をついては今度は4号艇の設楽と今度は3番手争いは三つ巴という形になりまして一定進編班の圏内に3艇が占めています。最後方追走6号艇の山崎智也向こう正面から2マークです。上位の体勢は2番1番さあ今度は4号艇5号艇が握らいになりました。左右内2番差しの格好3号艇が左右内を指す上位の体勢は現在は2番1番わずかながら外5号艇の椎名判定心優勢も内側の方から4号艇したら3号艇金田やはりこの辺が差のないところですが5号艇の椎名チルとゼロの分だけわずかに一定心優勢の3番手争いです。上位の体勢は2番1番5番の体勢かさあ2番1番と回って3号艇先前4号艇が内差し回り城を取って差していく5号艇2番差しの格好まだまだ続くこの3番手争いは激戦となっています。2連単の2位は5倍ちょうどです。そして3連単は215ということになりますと 32.9 倍を示していますが3号艇4号艇そのないところ最高峰6号艇の山崎智也さあ内側のから4号艇したら切り返しを図りますが5号艇抱き込んで先にハンドルを入れる2番1番5番の体勢で最後の直線コース内側のから3号艇も接近して3番手争いか今1区で2号艇のブス島優勝のゴールイン2着1号艇江口2着でゴールイン3番手争いは3番5番でゴールインです。後ろは4号艇の設楽最高峰6号艇の山崎智也6着でゴールイン3連単213 21.6 倍でございます。